こんにちは、こちろうです。今回は練習後の体をメンテナンスをするケアをするためのメニューを紹介していきたいと思います。これをやっていただくことで、怪我の予防だったり疲労回復だったりマイナスを減らすっていう努力も大事だと思うので、ぜひ練習後に取り入れて日々やってみてください。では早速やっていきます。まずはですね、このまま開脚をします。で、まあ、内側ですね、内転筋が伸びると思いますので、このまま伸ばしていきます。で、一緒にやっていただくことで、動画を見ながらちょっと一緒にやっていただけるようにしたいと思いますので、真似してやってみてください。で、大体1箇所につき20秒ぐらい伸ばしていただくと筋繊維が伸びやすくなるっていうふうに言われてますので、目安としては20秒から30秒ぐらいを目安に伸ばしてみてください。で、左を向いて前つま先を立てて伸ばします。後ろ足の膝は浮かせた方が負荷はかかりますけど、膝をついても伸びますので、そこはご自身で調節してください。で、つま先の向きを外向けたり内向けたりすることで、ハムストリングス、もも裏の筋肉も、伸びる場所が変わってきます。反対もいきます。つま先を立ててもも裏伸ばしていきます。僕の場合後ろ足膝ついた方が、コントロールしやすいのでこんな感じでやってます。で、つま先は内側向けたり外側向けたり、はい。で、もう一度正面向けていきます。はい。で、これで腰を下ろします。で、今度腰を下ろしたらこのまま前に倒していきます。なるべく呼吸は止めないようにして息を吐きながらやっていきましょう。空気は止めてしまうと筋肉にも空気が回りづらくなってしまって、かえって良くないので、しっかりと呼吸は止めないようにずっと呼吸を入れ替えながらやっていきます。で、つく人はこの僕は硬いんであんまり柔らかくないんですけど、肘がつくのがやっとなんですけど、つく人は胸をつけたり顎とかおでことか、段階に応じて倒して伸ばしてみてください。はい。で、今度は横に倒していきます。で、こうすることで前側のももの裏とかも伸びるんですけど、こちらの体側も伸ばすことができます。はい、反対いきます。まあ、今回は僕が感覚的にこれぐらいかなっていう感じで伸ばしてるんですけど、ご自身で必要な分だけこの動画止めたりしながら伸ばしてみてください。で、もう一度前に倒します。はい。で、今度は足を揃えて、で、膝を床にくっつけるように伸ばしていきます。そうするとまた内側の筋肉ですね、特に付け根の方が伸びてきます。で、前に体も倒すようにするとさらに伸びてる感じがつかめると思います。はい。で、今度は片方の足を伸ばして片方は膝を曲げます。そして体をひねって、肘を膝に引っ掛けるようにしてまたこっち側の体側を伸ばします。向いてる方の脇腹が伸びる感覚がつかめると思います。はい、反対いきます。肘で膝を押すようにして伸ばしていきます。で、脇腹って言ったんですけど、実際この動きっていうのはお尻の方も伸ばすことができます。外側、お尻の外側の中殿筋とかそのあたりを伸ばすストレッチの一つでもあります。はい。で、今度はこのまま片方の足を引っ掛けてこのように輪っかを作るイメージにして後ろに倒れていきます。で、こうすることで、引っ掛けている方の足のお尻側が伸びていきます。で、お尻が硬くなると腰痛になったりとか、まあ、疲労もたまりやすくなったりとか、お尻ってかなり大きい筋肉なんですけど硬くなると血流も悪くなっちゃうんで、なるべくお尻は念入りにストレッチするようにしてください。
では反対もいきます。上げて足を近づけるように、手はこの輪っかの間に手を入れるようにすると伸ばしやすくなります。はい、で今度は前ももを伸ばします。片方の膝をこう折り曲げるようにして、そのまま後ろに倒していくと前ももが伸びてきます。特に踏み込んだりするときに体重を支える役割があるので、ブレーキの、役割になるので、硬くなってしまうと前に出るのを阻害してしまう、邪魔する原因にもなりやすいので、しっかり伸ばしていきましょう。はい、では反対いきます。膝を折り曲げて後ろに倒していきます。膝が痛い人とかは無理して曲げてしまうと悪化してしまう可能性もあるので、程よくやってみてください。で、一通り大きい筋肉を伸ばしてきたんですけど、もう一個、蹴りをするときに腸腰筋、付け根の筋肉を使うんですけど、そこもしっかり伸ばしていきましょう。膝を立てて足を前に出します。そして膝から前に体を倒していって、足の付け根の筋肉を伸ばしていきます。でこの腸腰筋が硬くなることでも、腰骨にもつながっているので、腰痛になってしまう原因になります。下腹部の腸腰筋も伸ばして腰痛の、予防も役立ちます。では反対いきます。膝を立てて膝を置いて、そのまま体重を前にかけて、で後ろ足の付け根を伸ばす意識。はい、OK です。で、今度はふくらはぎ、足首のストレッチですね。これはよくあるアキレス腱伸ばしなんですけど、つま先をまっすぐに行きます。で、かかとをつけて体重を前にかけて、ふくらはぎが伸びるところまで負荷をかけていきます。で、多くの方が結構つま先で外に行っちゃう、前屈立ちの、後ろ足みたいになっちゃうんですけど、これだと伸びる場所がちょっと変わってしまうので、伸ばしやすいように、しっかり前へ向けて、つま先を前へ向けて、それで伸ばすことでふくらはぎが結構伸びます。はい、反対いきます。かかとをつけて、体重を前に。はい、足のストレッチはこれで以上になります。で、大体これで10分ぐらいかかってしまってるんですけど、ここから、軽く上半身のストレッチもやっていきたいと思います。で、まずは肩ですね。ついたりすると肩も使ってますので、手をこのように組んで、肘を引っ掛けてる方のこっち側の肩ですねを伸ばしていきます。で、肩が伸びたっていうのを感じて、その場所でキープして伸ばしていきましょう。筋肉は全般的に20秒から30秒がおすすめになります。はい、反対いきます。肘に引っ掛けて肩が伸びるところまで持ってきてキープ。はい、で今度は肘を持って二の腕を伸ばします。で、突きが曲がってしまったりとか、うまく伸びない人っていうのはこの、三頭筋が硬くなってしまったりするので、しっかりと伸ばして、突きが伸びるようにしていきましょう。では反対いきます。肘を持って二の腕を伸ばします。
い、で今度は広背筋、背中の筋肉ですね。突きを引いたりする動きでもよく使う、筋肉になります。やり方としては、足を立てます。手を内側からこのように持ってきて、足の側面を掴みます。そして掴んだら手を離さずにこのまま足をどんどん遠ざけていきます。でそれに対して上半身は後ろに残す、足は前っていう風にすると、足に引っ張られて、手の付け根である背中のストレッチにつながります。やってみていただけると伸びるのが分かると思います。はい、反対いきます。つま先を立てて足を内側からこのように引っ掛けるんですね。手を回してそのまま前に足を伸ばしていきます。はい、 OK です。で、胸筋も伸ばしていきたいので、今度はうつ伏せになります。で、手を斜め上にセットしてこのまま足を背中側に持っているようにして前側のストレッチをします。はい、反対いきます。手を斜め上にセットして足を背中側に持っていきます。して、大きい筋肉である背中と胸筋が、ほぐれました。でラストを仕上げで、この前腕部分をちょっと伸ばしていきます。よくやってると思うんですけど、手を前に伸ばして指を手前に引っ張ります。それで前腕の筋肉が伸びていきます。はい、そして今度は下を向けて手前に引っ張ります。はい、同じく手を上を向けて指を引っ張る。はい、下を向けて手前に引っ張る。はい、で手首をほぐしていきます。はい、という感じで、上半身も、このように、いろんな部位を伸ばしてみてください。できたら時間ある人は首のストレッチとかもやっていただくといいと思うんですけど、それはまた他の動画でも紹介してますので、そちらを参考にしてみてください。はい、ということで、今回はトレーニングとか、練習後の体のケアメニューについて、紹介してきました。筋トレをしたりトレーニングをしたりするっていうのは使うっていうところですごく大事なんですけど、使った後はやっぱりちゃんとメンテナンスをして元の状態に戻すっていうのがすごく大事だと思います。使って癖ができて、そのまままた使って癖ができてっていうふうにどん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 その癖の方向に引っ張られていってしまった結果、いつか限界を迎えて体のパーツが壊れてしまったり怪我してしまったりっていうのにつながるので、日々このようなケアをしていただくことで体の故障を防げると思いますので、ぜひ取り入れてやってみてください。はい、ということで、今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。